時さ、こうやって携帯持ってて、私こうやって持ってたんですよ、ずっと。で小指でね、ずっとこうやって支えてたから、なんかもうえって、こうやって携帯を右手で持った瞬間にあれって思って、え、ここなんか変だなと思って、すっごい痛くて、ずっとずっと違和感あって、しかもなんか動かない、なんかすごい気持ち悪いんですよ、ここが。すごいなんかちょっとね、痛い、めっちゃ本当に痛くて、そう、やばい、どうしようって思ってます。もうずっとここで携帯支えてたから、ここだけで、本当ね、ちょっとあんな持ち方しなければよかったと思って、めっちゃ今ここがめっちゃおかしいです、手が、うん、スマホ指だって。そうなの、スマホ指になっちゃうよ、うん。痛い、めっちゃ。さっきカウントダウン TV 見てました。わちゅるくな、わちゅわちゅるくな、わちゅるくな、わちゅわちゅるくな、わちゅるくな、わちゅわちゅるくな、うんうんうん、アフィダランソン、あのルセラフィムさんの曲を見てました。みんな可愛いな、知ってますか皆さん、この曲もうすごい今話題だから覚えた方がいいよ。わちゅるくな、わちゅわちゅるくなって、わちゅるくな、わちゅわちゅるくな、わちゅるくな、わちゅわちゅるくな、あ、傷つかない、傷つかない、あ、日本語バージョン、チェオンバカにしないで、してないですよ、ふんふふふん、あのドランさん、うんちェが好きだって、え、かわいい、うんちェ、アイムフィラフィレ、なんかさ読めない、なんか韓国語のさ、韓国の曲の曲名がわからない、フィアなんか、あの2個目の曲もわかんない、あちちいちいちっていうのも読み方がわからない、なんていう曲なんだろう、フィアラスアンチフラジル、フィアラスとアンチフラジル、あとあのね、私ニュージーンズさんが最近めっちゃ見てんだけど、あの DITTO っていう曲、めっちゃあのね、いい曲なんですよ、かわいい、かわいい、メンバーもかわいいし、なんかすごいなんか青春って感じ、なんかすごい若い、若々しくて、あれディットって読むんだ、めっちゃいい曲だな、ディットディット、ニュージーンズさん、流行ってるやつだって、かわいい、振り付けもかわいいし、みんなかわいいし、なんかだから私自然体な女の子が好きなんですよ、だからそういうなんか衣装とかもそんなきらびやかな感じにしてない、制服とかミュージックビデオでめっちゃいいなって思った、うん、メール来ただって、イエーイ、韓国料理は何が好き？いや、あんまりわからない。あれ、カンジャンケジャン食べたい。カンジャンケジャン食べたい。食べたことないけど、カンジャンケジャンが食べたいです。ニュージーンズマジでいいですよね。いいの。なんか、めっちゃいい。なんか、私は、なんか、まだ何色でもないですよ、みたいな人が好きなんですよ。なんか、わかります？なんか、まだ私は何色でもない人間って、なんか
なんだろう、まだ何、これから何色にでも染まれるみたいな人たちを見るのが好きなんですよ。なんかまだまだ何色でもないです、これから染まっていきますみたいな。でも、もうそれニュージーンズさん、うん、おダイヤとかに染まってるからだって。染まってない、染まってない。そう、染まらないでほしい。そう、染まらないでほしいって私も思っちゃうタイプなんですよ。そう、私はミンジちゃんが好き。ミンジちゃん、アクスタどういう買い方がおすすめですか。16個買って選抜全員私みたいながおすすめかな。それいいね。だって、お、買ってくれますか。ぜひぜひ。おお、だって買います、ありがとう。でもお話し会でさ、なんかエリちゃんのアクスタ何個買えばいいですかって言われたから、じゃあ16人選抜全員エリでみたいな感じで言ったら、本当に16個注文しましたって言われた。そう言ってくださってる方がいて、だからみんな、一人じゃないですよ。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く、怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃないです。うん、わかりました、買います。本当に信じてるよ、信じてるよ私がファンの方に言われた言葉、信じてます。じゃあ私も信じてます、うん、16人選抜で大丈夫ですか。初選抜の時私35人選抜だったから、多分35か32か34、願い事の持ち腐れ35人選抜とかだったから、もうワンチャンね、まあそれも、うん、ワンちゃん、ワンちゃんですよ、それは。だって昔はさ、私選抜入り、初めての選抜入りは何歳かな、18、19の時かな、20の時かなの、願い事の持ち腐れって曲なんだけど、
あの時はマジで選抜でも音楽番組に出させてもらえなかったっていうか、そう、出れなかったですからね。そのなんか前の方々しか、そう、音楽番組に呼ばれなくて、35人全員で音楽番組に出るっていうのがなくて、あんま、そう、そう、だから私あんま出てない、願い事の持ち腐れで。なんかカウントダウン TV かな、なんか収録の時に初めて願い事の持ち腐れでも NHK さんの合唱コンの曲だったので、 NHK さんの番組とかには呼んでいただけてたんですけど、それ以外の M ステとか出てないです。 M ステとかでもカウントダウン TV の収録の時は、収録が夜だったから、なんかその若い子、あの学生の子とかが出れなくて、その空いたところに入るみたいな感じで、そう、 NHK 以外の音楽番組にもそれで出させてもらいましたけど、そう、懐かしい。だから今はね、そう、まあ、いろいろ AKB だけのシングルだから、もういろんなメンバーにね、いろんなチャンスが、まあ、あるじゃないですか、昔よりは全然。明日で1月が終わるってどう思いますか？早いなと思います。そろそろタイですね。それなの。夏国。パッキングしなきゃ。そう。私さ、あのさ、キャリーケースをさ、間違えないように、間違えられないように、なんかシール貼らなきゃいけない、キャリーケースに。なんか、そう、北海道じゃなくて、なんか鳥取にさ行った時にチームケアで、帰りにさ、私マジで全然違う人のキャリーケース持って帰ってて、めっちゃ焦ったんだよ。そう、マジで全然違う人のキャリーケース持ってってて、もうちょっとで車両乗ろう、預けようと、なんか車両にキャリーを預けようとしたのよ。そした時に、えって、あれ、これ私のじゃないと思って、すいませんって言って戻って、そしたら、でも中入れないじゃないですか、あの荷物のところ、もう外からは。やばいって思って、お母さんに電話して、やばい、どうしようって、もう半泣きでどうしよう、待って、ね、間違えちゃったとかって言って、お母さんに、知らない、自分で解決してみたいな言われて、当たり前なんですけど、私ほんと半泣きで、どうしようって思って、やばいって、このままキャリーケース持って帰ったら、持って帰られてたら、やばい、どうしようって、マジで半泣きで、次の日だって私北海道に行く予定だったんですよ、鳥取から帰ってきた次の日で、めっちゃ半泣きで、どうしようどうしようって思って、はぁって思ってたら、中からあの従業員の方が出てきて、すいませんって、キャリー間違えられた方ですかって言われて、はいって言って、あ、すいません、ちょっと待っててくださいねって、あのキャリーちょっと交換してきますって言われて、本当申し訳ないと思って、本当にごめんなさいって、そう、だから
本当にね、気をつけようって思ったんです。その本当に気をつけようって、もう自分の本当にもう気をつけるって思って、次の日北海道行った時に絶対に荷物で自分のキャリーを絶対にもう間違えないで取るって思ってたら、私飛行機終わった後お手洗いに行ったんですよ。そうで、お手洗いに行って、そしたら妹にエリのキャリーが来たら取っといてって言ったんですよ。そしたら妹からこれエリのって写真が来て、でもそんな返信とか見てなくて携帯で、それでやばいって誰かに取られたって来てて、えって思って、そしたら全然知らないおじいちゃんが私のキャリーを持ってて、えって思って、どうしようって思って、でも本当に私のキャリー確信が持てないからちょっと待っとこうって、そのおじいちゃんのことも見張りながら、この回ってくるところのキャリーをもうちょっと見てようと思って、そしたらめっちゃ似てるキャリーケースが来たんですよ。でもなんか緑の何かがついてて、そのキャリーケースには私のキャリーケースとめっちゃ似てるけど、私は緑の何もついてないやつで、そのおじいちゃんが緑のついてるやつなのかなと思ってずっと見てたら、なんかそこら辺のおじいちゃんが、そのおじいちゃん近辺があれみたいな、あれみたいになって、あららみたいになって、あどっちだみたいになった時に、私がそのおじいちゃんに話しかけて、すいませんって、このキャリー間違えてませんかって言ったら、すごいなんかえみたいな、だって見てみてよみたいな、見てみてって似てるでしょみたいな、見切れられただって見てみてよってほら似てるじゃんみたいな、見分けつかなかったよみたいな、怒られた謎に怒られてしもたそうそう怒られてしもた、そう、そうでもね、私は全然大丈夫ですよって言って全然大丈夫ですって言っても自分のキャリー持ってもう行きました。はい、本当にだって全然大丈夫だったから、前日に私も間違えたから気持ちわかるよって思って、もう全然大丈夫ですよって、そう本当に大丈夫だったから、そう、海外だからね、気をつけないと、本当にアメリカで間違わせれたことある、だってそれはめっちゃ焦る、タイ行ってみたいだって、来てみて来てみて待ってるよ。3日は配信があるみたいだって。お、そうなんだ。3日。
配信見てね。トムヤムクンは食べないと。え、じゃタイの食べ物なんだ、トムヤムクンって。眠そうですね。だって眠い眠い眠いよ。あの曲でこうやってやりたいからね、 TikTok 始めようかなって 0.02 秒ぐらい思いました。トゥーンって、これで TikTok やってもさ、見る人3人とか、ワンツースリーダダダ大統領になったらね、まずは君を懲らしめるね、濡れたタオルで洗いざらい拭かせるよ。ヘイ、誰ですかあの女、誰ですかあの女、えなんだか身なり逃がさない、消してあげるよ、なんとかなしむな投げコンピン。かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、ちゅ、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん。これ流行ってる、めっちゃ今ね、これここだけ覚えた。あ、これこれや、生まれてきちゃってご、あ、また、チュ、かわいくてごめん、生まれてきちゃって、なんかちょっと違うかも、これかも、生まれてきちゃってごめんか、あ、多分そう、やばいやばいやばい、すごい、解読。チュ、かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、絶対行こう。チュ、あざとくてがわからん、こっからわかんないよ。ちゅ、あざとくてごめんって、あざとくてなんだろう、あざとくてちょっとわかんない、なんだろう。ちゅちゅ、あざとくてなんかちょっと露出、あざとくて
チューン、あざとくてごめんかな、なんかなんだろう、やっぱあざといと言ったら露出、あざとくてかな、なんだろう、なんだ、あざとくてごめん、キリなっちゃうよねごめんかな、あざとくてほっぺにツンツン、あ、チュー、あざとくて、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめんか、わかんない、顎にて、こう、顎にて、あ、気になっちゃうよねごめんか、やばいやばい、解読、チュー、あざ、あ、こうだ、赤だ、チュー、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめんか、わかった、可愛くてがほっぺつんで、あざとくてがハート、チュー、あざとくてごめん、気になっちゃうよねか、いや、わかんない、解読できない、あれ、あれも知ってる、ねえねえねえってやつねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎるみたいな、そして君が知ってる私が一番可愛いのみたいな、私もそれに気づいたみたいな、でもこれ絶対あった気がする、このこういうのあった、ねえねえねえって多分あった気がする、あ、でもなんかこういうのあった気がする、こういうのわかんないな、でも、チチチチチチチグハグってやつ、そう、トゥ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 、一回でも七瀬とこれやったな、なんだっけ、どんな曲だっけ、なんだっけ全然覚えてない、なんかチグハグハグチグハグハグハグしてみたいな、なんかこうやつヌヌ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 みたいな、チグハグハグチグハグハグハグナナテテレレ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 みたいな、そう、それはやりました、でクラスのノリが全世界発信、そうだよそうだよ、だってさ TikTok とかさ学校で撮ってさ、もうほんと制服で教室で撮ってるみたいなのとかめっちゃバズるらしい、そうで、えみたいな、かわいいみたいな、学校にこんなかわいい子いなかったみたいな、え、こんな子いたら好きになっちゃうみたいな、もうそういう感じでバズるんだって TikTok って、私学生時代に TikTok あったらめっちゃ更新してたと思う、マジで、こう学校で学校でマジでめっちゃ撮ってたと思う、あの学生時代、高校生の時とか、
トゥルトゥ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 
ツツタンツツタン、嵐のタタタラン、タタタラン、タタタラン。あの日あの時あの場所で君の目の中あったら、僕らはいつまでも見知らぬ二人のまま。人がいて、マリア、愛すべき人がいて、マリア、愛すべき人がいて。高気圧か、高気圧か、高気圧か、高気圧か。好きな曲。2000マイル飛び越えて迎えに来たのさ。めっちゃ好きな曲。私山下達郎さんのライブ応募したけど落ちました。行く気満々だったのに。行きたかった。あなたを思って、あなたを追って出雲崎、悲しみの日本海。あなたを追って出雲崎、悲しみの日本海。I wanna be a pop star. 君をもっと抱きしめてあげるからおいで。あのキラキラのポップスター、羽を広げ魔法をかけてあげよう。君だけに。僕のことをからかったの、あ
なに好きと言ったのに、やつのどこを気に入ったの、僕はもう知らない、君と手をつなぎ踊りたい、たくさんの人混みの中で君の笑顔だけが輝いて、愛されたいね、きっと見過ごした君のシグナル、もう一度気まぐれかな、でも構わない、君といたいかな、めめしくてめめしくて光を浴びて、めめしくてめめしくて恋の歌歌って、めめしくてめめしくていざたどり着いたこの世界はもう、めめしくてめめしくてめめしくて辛いよ。今日は踊ろう、もう忘れよ、昨日の古い悩みなど、次は誰と、次は誰と心を組み交わす、本当は抱き合って眠りたい、カラカラに乾いた心を君の美しさで潤して、恋に焦がれ、傷も水を知った女心、泡のよう夜れた晴れた日のなくそね、高校時代だったらもう歌詞見なくても歌えたのに、歌詞を見なきゃ歌えないってか、歌詞見ても歌えない、もうねえ、記憶記憶悔しい。記憶ねえ、悲しい。じゃあちょっと待って、リベンジさせて、こっちこっちにするわ。家へ帰る電車に今日もまた乗ってしまった、いつものようにいつも通りに、会える日は深刻なほど限られているのに、ちょっとだけ話しただけで満たされちゃったんだ、家について押し寄せる後悔、自悪自己、チャンスはあった、確かにあった、なのになのに、ドゥドゥドゥ、また君に番号を聞けなかった、また会える日があるから後に回してしまった、勇気がなくて、一通り悔しがって、また分かんない、悔しいね、えどうしよう。じゃリベンジする、じゃ次こっちでいい、じゃあいくよ。タラララン、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 ジャン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 ジャラッジャン、ジャン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 ジャラッジャン、タラララ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 ン、ジュンテカララララ、ドゥッドゥッドゥッドゥ、午前2時踏切に望遠鏡を担いでった、ベルトに結んだラジオ、雨は降らないらしい、2分後に君が聞いた、大げさな荷物しょってきた、始めようか天体観測、ほうき星を探して、深い闇に飲まれないように、
精一杯だった君の震える手を握ろうとしたあの日は、見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ。明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった。今というほうき星、君と二人追いかけてた。おいえへい、あはん、トゥン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 。気がつけばいつだってひたすら何か探していた。幸せの定義とか悲しみの置き場とか、生まれたら死ぬまでずっと探してる。ああ始めようか天体観測、ほうき星を探して今まで見つけたものは全部覚えている。君の震える手を握ろうとしたあの日は、見えてるものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。暗闇を照らすようにかすかな光探したよ。こうして知った痛みも未だに僕は覚えている。今というほうき星、今一人、あー、おしおし、今も一人追いかけてる。おいえ、あはーん、あはあはは、イエイエ、ドゥルルルン、ドゥルルン、え、また終わっちゃった、ドゥルルルン、ドゥルルルン、ドゥ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 ン、え、終わっちゃった、待って、感想言ってない、感想言ってないのに終わっちゃった、待って感想言ってんのに終わっちゃった、感想言ってないのに、知らないものを知ろうとしてか、はあ、最悪。そう、ちょっとね、早口だったからね、焦っちゃった、脳みそがテンパった、悔しい、待って待って、悔しすぎる、めっちゃ悔しいわ。何の曲の意見だろう。思い違いは空の彼方、さよならだけの人生が、こんなのの未来は消えたのにさようならなんだ。え、何の曲ならいけるわけ自分。例えば古い幸せがだらっと続い、今メール書くだとする、きっと歩いた根が芽を出して、もうさよならなんだ。ドゥルンドゥルンドゥルン、歌詞が書いたメール送りそうだって。いや、歌詞はね、ダメなんですよ、メールに書いたら、著作権でダメです、著作権。昔にね、あの青春ガールズの歌詞が好きって書いたらね、あのね、ダメって、グループライン、チームエイトのグループラインで、あの歌詞は書かないでくださいみたいな、小田さんみたいな、このメールの内容の歌詞は書かないでくださいって晒されました、はるか昔。そう、晒されました、めっちゃ恥ずかしかった。うん、晒し上げそう。しかもその時の歌詞が、大人になんかなりたくないよこのママがいいだったから、さらにちょっと恥ずかしかった。うん、めっちゃ恥ずかったわ。その歌詞が晒されたことはいいけど、その歌詞のメッセージ性がちょっと強すぎて恥ずかしかった。うん、
ドゥドゥドゥ。運営さんの反感を買った説確かに大人になんかなりたくないって言って大人が、あ、確かにそうだね、大人の人が晒した私のメール、そう、悲しいわ、大人になんかなりたくない、大人になんかなりたくないと思ってた時があったんですよ。もう大人になって6年経った、あ、6年経ってない、私まだ25歳、あ、5年、何言ってんだ。なんか私生誕 T シャツにデザインしてたんですけど、なんか自分のことを23歳だと思っちゃいがちで、なんかすごいなんか23かと思ってたけど25だった、てか26のセンター T シャツだか、そう、23だと思っちゃいがちなんですよ、間違えて。自称は自由だよって、違うの、自称とかじゃなくて本気で間違っちゃってた。やばい、10時だ。 10 Time is 10。 お風呂行ってきていいだって、お風呂の中でもショールーム見れますからね。お風呂、私携帯持って入らないと無理。お風呂にさ絶対携帯持って入る、ジップロックに入れますけど、もうなんか携帯依存症なので、お風呂入るときも携帯ないと無理です。依存症だから YouTube を流しながらいつも頭とか洗ってます、うん、分かる、だってみんなじゃん、え、みんなやっぱそうだよね、昔とか全然なくても生きてたのに、もう無理だ、もう無理なの。無理なのよ、スマホ持って風呂入らないともう生きてけない、やばい、乾杯、スマホ持って生きてかないともう無理、やばい、乾杯、乾杯って言ってるけど乾杯するものなくて乾杯、乾杯するものはないけど
乾杯するものないけど今食べたいアップルパイ。みんなが予想して当てたい馬のなんとか杯。イエイ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 。私は馬の競争わからないから杯とかわからないけれどテンションは今ハイ。イエイ。イエイイエイ。飲んでないよ缶チューハイ。はい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 ははいはいははい。全世界に配信されてました。でも私のファンしか見てないから大丈夫。あのファンミーティングなんで今あのファンミーティング中なんで今本当ガチで、うん、ファンミです。うん、では質問コーナーいっちゃうよ。エリナの質問コーナーいっちゃうよ。質問コーナーいっちゃうよ。質問質問がない。好きな食べ物は、好きな食べ物は全部全部です。おすすめスタバのカスタマイズ、スタバのカスタマイズはカスタマイズなしそのまんま、うん、中華とイタリアンだったらどっちが好きですか？どっちも。宝くじ12億当たったらどうしましょう？だって宝くじ12億当たったら使う。好きなお寿司のネタは何ですか？シャリに刺身が乗ってるやつ。行きたい国は、ヨーロッパ。カレーライス、辛口、甘口、なんでもいい。
係してる人は、徳川、天下統一とかかっこいい。何代目やねんね。4とか5とか6とか。がっかりしてメソメソしてどうしたんだい、太陽みたいに笑う君はどこだい、ウォウォウやりたいことやったもん勝ち、青春なら辛い時はいつだってそばにいるから、夢はでかくなけりゃつまらないだろう、胸を叩いて冒険しよう。ね、ちょっとね、ね、ね、ねっこ踏んじゃった、まっ、祭りだ。ほ、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 ほ。ほないほ、ほ、ほらか、あなたにとってみ、みんな空の下、
カンガルー、僕の前には君がいる、サブカリナカンガルー。じゃあそろそろランキング読むか。みんな今日の配信見てくれてありがとう。今日の自分は今日はファンミーティングでした。本当にガチで今日はファンミーティングでファンミでした。今日マジでファンミでした。ファンミだった。またぜひファンミ来てください。ぜひぜひ。本当にね、歌ありトークありラップありとか結構質問コーナーもあったり、ガチファンミでした。ありがとうございます。カムサムニダー、ノムノムサランヘヨ。では最後におランキング読みたいと思います。13位ファデル、12位トッサン・アット・オダシ、11位ホアン、10位中堅、9位ごめん先生、8位 YSA73 アット・タイ好きタイ、7位ミホ、6位ヤナミ、5位ミヤちゃん、4位マート・オダシ、3位進撃のパオン、2位パンダマル・アット・チーム4、そして1位はシンゴ。ありがとう。では皆さんまたの配信でお会いしましょう。ではバイバーイ。